この動画には、以下の成分が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は焼き飯を作っていこうと思います。いつも作っているので、朝飯前ですよ。米を炊くのは面倒なので、買ってきました。日持ちもするので便利です。これをお椀に入れてほぐします。米がほぐれたら、糸島さんの卵を入れていきます。濃ゆく作りたいので、2個入れます。卵を、はじめから、こんな感じで混ぜると、プロがチャーハンを作ったように、米の一つ一つに卵がコーティングされて美味しくなります。ニンニクを入れると美味しくなりますよね。お好みで適量入れます。足りないかなと思ったので、もう少し入れます。和風だしは、かつおや醤油とみりん、いろいろ入っているので、煮物や炒め物にも使えて便利です。和風だしとソースは、1対1ぐらいで入れています。卵かけご飯でも美味しそうですね。ごゆく作りたいので、バター 20g 入れました。先に牛肉から炒めていきます。肉が焼ける音が食欲をそそりますね。マキシマムで味をつけます。マスターの好きなニンニクを投入します。どんだけ入れるんですか？どげんかせんといかん。肉が焼けたら別皿に移して、スキレットを空にします。焼き飯を焼いていこうと思います。スキレットが小さいので、お椀に入っている半分を焼いていきますね。卵とバターは、1個でよかったかもしれませんね。米の水分を飛ばして、お好みの硬さにしましょう。いい感じの焼き飯になってきました。ニンニクの香りがたまりませんな。最後に牛肉を乗せて完成です。それでは、いただきます。米の一つ一つに卵で包まれていて、食感も良く、ニンニクのパンチが効いていて、美味しいです。どんどん食べれますね。お椀に余りがあるので焼いていきますね。2回目は、おこげができるように作っていきます。肉を混ぜながら焼いた方が、焼き飯っぽいですね。いい感じのおこげもできてきました。普段作っている焼き飯は、こんな感じです。おこげが美味しいですよ。いかがだったでしょうか？いつもは、お椀に、お米と卵を入れて混ぜないで、そのままフライパンで焼くんですが、お米を卵でコーティングすると美味しくなるんですね。新発見でした。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。